はい、こんにちは、ミレーマルです。今回はピクトさんを探せ3ワンニャン編やっていきたいと思います。オープニングムービーから寝てますピクトさんが走る。難しかった気がする。また覚えてるかな。何かの気配がするわん。ピクトさんだわん。ピクトさんだにゃ。追いかけるわん。捕まえるや。ピクトさんが。こんなところにドアが。いつの間に。ピクトさんを探すわん。全部捕まえるにゃ。全部って言ってるからいっぱいいるのは知ってるんだね。デューン。ああ難しいんだよ。なんかいろいろ数字が書いてあった気がする。ちょっと捕まえて何があってどうなるんだっけな。緑が5、赤の7、黄色が3、青の2で、ビクトさんこれだよ。分かってたのにメモしてなかったんで、まずメモします。もう一回、RGBY レッド、グリーン、ブルー、イエローか。5 7 3 2 7 5 2 3に多分なるはず。7 5 2 3。イエー、力をためて思いっきりジャンプ。ワンはジャンプを覚えた。高いところに届くワン。こういうのかな確か。ワンジャンプ。このね、下のところ仲間のブロックを近くに置くにゃ。これ下から取ろうとすると上のブロックを先に取るにゃって言われるんで、上から犬、リンゴ、月。なんかここで面白いこと言えればいいんだけど思いつかなかった。5 2 3 6。ピクトさん。5 2 3 6。 OK。 拳に力をためてねじ込むように打つべし。にゃんは猫パンチを覚えた。いろんなものを叩けるにゃ。発見。マジックハンドを手に入れたわん。あ、この緑はピクトさん初見の人とか思わないよね。ただの緑じゃんみたいな。届かないわん。ここでマジックハンドを使っていく。ヒントをくれる方へ。スキルスタンドのヒント、お助けカードを申請します。手紙ですね。これがここだ。ジャンプ。こんにちは。何か贈るものある？さっきの申請カードを送ってもらってすぐに呼ぶ。郵便が届いてるよ。この人は殴らないと吐き出してくれないんで、ちょっと、はい、ありがとうございます。
不思議なポストですね。お助けカードが来ました。あー出たー、やだー。バーを探せ、バーかける、バーかける、バーと円に、読み方合ってる？わかんないけど、それか多分確かここですね。このここの数字1と2下に行きます。あ、間違えた、下に行きます。あ、ビクトさん、この9、10、11、12 3割る電卓電卓、9+10+11+12=42。あれ？大変。あれ？ちょっと待って。9×10×11×12=101,880。割る3は3960って出たけど、合ってるかな。どこだっけ、ここか。これで合ってなかったらもう、あ、よかった、やめようって言おうとした。あ、読んでなかった。もう一回。ワンの上にニャン。高いところを猫パンチ打つべし。ワンとニャンは合わせ技を覚えた。高いところを叩けるニャン。これですね。ここにピクトさんが。ワンジャンプ、猫パンチ、ニャンパンチだった。ちゃんと見てなかった。やっぱり。扉が現れた。こんなとこにピクトさんを探さないと開かないにゃ。最後のピクトさん、ここにいましたね。じゃん。脱出成功。よかったー。コングラチュレーション。ありがとうございました。また、一つクリアできたんで、よかったです。ではでは、またお会いしましょう。バイバーイ。